兄さん、はい、この番組って四時ぐらいから放送されてるらしいんですけど四、うん、時って深夜だと思います朝だと思います俺は朝だと思ってますねほ<う>は僕は完全に深夜ですねああ、本当、うん、俺の中ではもう完全に感覚としては朝ですねあの四時のラジオとかでおはようございますって言われるたびにテンションがかかりますよまだ夜だろうあ,あ,いやいやあのね気持ちはわかるんだけど、うん、やっぱり事実朝だよほう 世の中はもう4時ぐらいからやっぱり次の日の動きが完全に動き始めてるね4時半ぐらいが際な気がしますけどねこれやっぱりね、うん、4時なんだな、うん、あの。夜の一番深いゾーンってのが、うん、やっぱり3時台ですね、うんえー。3時は確かに深いこれ何の話してるかっていうとね、うん、僕よくあの深夜にね、うん、温泉行くんだよ。はい もうこれ毎日のように行くんですよね。深夜でもやってる。あ、二十四時間、あの、僕はもう温泉マニアなんでね。えー、あの、二十四時間温泉に入りに行くんだけど。三、えー、時ぐらいが一番すくんだよね。うん、ほんでね、四時になるともうどっと客が増えるんだよ。朝風呂派が。あ、あのおはようって言って、年寄りだけじゃないんだよ。うん、あの、若者もね、四、えー、時ぐらいになると、はい、おはようみたいな感じでね。うん あの人ががどーっと元気なやつらが来るだから僕はあのなるべく夜中に温泉に行く時にねあの4時までには行くようにしてますね混んでくるんでまあだからそんなこんなでね僕はもう4時というのはまあ身も蓋もない話ですけどちょっと朝っ,っぽく思うのとテレビの世界では4時になると本当確かにもう若いフレッシュな。 テレビ<で>ラジオはそうですね司会者が出てきて、うんあの「おはようございます」って言ってる「はいはい、あの子たちはどう思ってるんだろうね」うん「うわ朝早くて気持ちいいな」とか思ってるのかな